はい、プレーボールどうもや求人です。今回は巨人の新外国人補強についてお話していきたいと思います。今現在ね、巨人の助っ人補強で言いますと、ウレーニャをね、育成で再獲得で、インスタフォローして話題となっていたチェコのフルプも現在特に音沙汰はない状態ということになっております。まあなんでちょっとね、動きが遅いっていうところで巨人ファンの方もね、こう不安になっている方多いんじゃないかなっていうふうに思います。まあただね、本来巨人動きっていうのは遅い球団ですし、去年はね、まあたくさん取らないといけないっていうところで早めにいろいろ報道は出ていたんですが、まあただウィンターミーティングもね、今やってる最中でございますし、それが終わればね、まあいろいろ動いてくるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあそんな中で、今回も巨人の助っ人候補、右打ちの外野手っていうところ、まあこの間もね、何人か選手見ていきましたが、まあ同じようにね、基本的にはある程度守備をこなせる選手をピックアップしておりまして、まあ例外はね、中にはあるんですが、そこを中心に見ていきたいと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。はい、では見ていきます。まず1人目はデレク・ヒル選手、2014年 MLB ドラフト1巡目指名、ドラ1の選手です。出身地はアメリカ、1995年12月30日生まれ、27歳、188センチ、86キロ、ポジションは外野、右投げ右打ちの選手でございます。タイガースのマイナーでキャリアをスタートさせると、2020年に MLB デビューし、翌年の21年には自己最多となる49試合に出場し、 OPS 0.701 を記録するなどブレイクの兆しを見せておりました。しかし期待されていた昨年は打率2割2分9厘と不振に終わり、シーズン終了後に FA となると、今シーズンはナショナルズとマイナー契約を締結します。 AAA で結果を出して6月に MLB 昇格を果たしていたものの、わずか13試合でマイナー降格となり、その後再昇格とはならなかったということになっております。はい、このデレク・ヒル選手、まあ向こうのね、ドラフト1位の選手でございまして、非常にこう身体能力が高い選手ということになっています。まあスプリントスピード、足の速さでいうとですね、メジャートップ級の数字を記録しておりますんで、まあまあやっぱその辺はね、ドラフト1位のポテンシャルを感じさせるというところになっております。で MLB の通算でいうと、108試合で2割2分9厘、280打数の64安打4ホーマー、10盗塁、 OPS 0.593 という成績になっております。はい、まあ、MLB の実績はそこまでないというところでございます。打席数もね、少ないですし、こう目立った成績っていうのはね、残してはいないんですが、まあそれでもキャリアハイは2021年、49試合で2割5分9厘、139打数の36安打3ホーマー、6通り OPS 0.701 と、一昨年はそれなりに打っていたというところでございます。まあただ今シーズンに関しては13試合で1割7分、47打数の8安打0ホーマー、OPS 0.411 と、まあちょっとね、長々打てなかったのが今シーズン。それでもトリプル A では83試合で3割1分7厘、322打数の102安打11ホーマー、16通り、OPS が 0.882 という成績残しております。まあ MLB ではそこまで打てていないんですが、トリプル A では好調です。いつもいいですし、まあ、ホームランはね、めちゃくちゃ打っているわけではないんですが、まあでも最低限のパンチ力はある。で、盗塁も16決めていて、OPS も 0.8 後半というところでございます。まあこれにプラス、足がめちゃくちゃ速いっていうところを考えると、まあ割とこう注目の選手かなっていうふうに思います。で、今シーズンのね、年俸っていうのは 5.4 万ドル。まあ全然もらっていないということになっております。で、やっぱね、彼に関しては、巨人の近年の傾向だと結構刺さる選手じゃないかなっていうところはありますよね。まあこうドラフト1位っていうところも足速くて、まあポテンシャル高いっていうところも、まあまるっきりね、若いブリンソンといったところかなというふうに思います。まあ基本的にはセンターでございますが、まあ両翼の経験も当然あるっていうところでございますんで、全然ありかなっていうふうに思います。ただまあ年齢的にもね、まあフルプと若干被る可能性もあるかなっていうふうには思うので、まあその辺はどうなのかなっていうふうには思いますが、まあただね、候補には入ってきておかしくない選手かなっていうふうに思いますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目はビクター・レイエス選手、2014年 MLB ドラフト3巡目指名の選手で、出身地はベネズエラ、1994年10月5日生まれ、29歳、195センチ、97キロ、ポジションは外野、右投げ両打ちの選手でございます。レイエスはブレイブスのマイナーでキャリアをスタートさせると、2015年にダイヤモンドバックスへトレード、その後マイナーで成長を重ねると、2017年オフのルール5ドラフトでタイガースに移籍、その翌年に MLB デビューすると、2019年には292打席で打率3割4厘と好成績を記録し、2020年は60試合制の中で57試合に使用し活躍します。しかしその後は度重なる怪我もあり、レギュラー定着とはならず、今シーズンは MLB 昇格することなく、ホワイトソックスとトリプル A でプレーしていたということでございます。はい、このビクター・レイエス選手、MLB ではね、そこそこ出ておりまして、まあ、2020年、まあ、コロナがあったんで、60試合制っていうところであったんですが、まあ、その中で57試合、まあ、まあほぼほぼね、出ていたっていうところで、短縮シーズンではあったんですが、レギュラーを掴んでいたこともあるということになっております。で、MLB の通算で見ていくと、394試合で2割6分4厘、
1214打数の321安打16ホーマー、オーベースが 0.673 という成績になっております。まあちょっとね、出塁率が2割9分4厘と若干低いです。まあ積極性がある選手っていうところもあって、その辺はねちょっとあれではございますが、まあまあでも打率は割と高いですね。通算で2割6分くらい打てているので、やっぱまあコンタクト能力っていうのはそれなりにある選手と。でキャリアハイのシーズンで言うと2019年になります。69試合で3割4厘276打数の84安打3ホーマー、オーベース 0.763 と、まあ、単色シーズンもねしっかり出ていたんですが、まあまあやっぱ打席数とかオーベースとか見るとねこの年の方が高いので、まあキャリアハイで言うとやはり2019年かなっていうふうに思います。まあしっかりと3割打っていて、オーベースもねそこそこ高いで、盗塁もしていてっていうところもあるんで、悪くない成績ではありますよね。で今シーズンはね MLB で出ておりません。その代わり今トリプル A では128試合で2割7分9厘502打数の140安打20ホーマー83打点オーベース0.792という成績残しております。まあ大体2割8分20ホーマーくらいは打っている。まあオーベースは劇的に伸びてはいないんですが、まあまあまずまずね打てていたのかなっていうふうに思いますんで、両打ちの選手ではあるんですが、やはり候補にはなってくるのかなと。で今シーズンの年俸でいうと、まあずっとマイナーでありましたんで不明でございますが、まあまあ当然安いね金額しかもらっていないというところになっておりますんで、まあ、全然引っ張ってくることは可能で、まあ基本的には中距離っていうところではありますが、率は残せる両打ちで、まあ守備もね両翼であればまあまあそれなりにこなしてくれるっていうところもありますし、しっかり足も速いですしね、今シーズントリプル A で20本ねホームラン打っているっていうふうに考えれば十分こう来日候補にはなってくるのかなっていうふうに思います。では続いて見ていきましょう。はい、では続いて3人目、ジェイク・マリスニック選手。2009年 MLB ドラフト3巡目指名の選手で、出身地はアメリカ。1991年3月30日生まれ、32歳、193cm、102kg、ポジションは外野、右投げ右打ちの選手でございます。ブルージェイズのマイナーで経験を積み、2012年にマーリンズへトレードされると、翌年に MLB デビュー、2014年途中もアストロズへトレードされると、2015年からはセンターとして多く起用され、MLB に定着し、さらに2017年から19年にかけて3年連続で2桁本塁打を放つなど、打撃でも活躍します。しかし2019年オフにメッツへ移籍してからは、出場系が減少し、その後は様々な球団を渡り歩くと、今シーズンも46試合の出場にとどまっていたということでございます。はい、マリスニック選手、まあ、今回ね見ていく中では一番実績のある選手で、一番まあ年齢が高い選手ということになっております。通算で見ていくと877試合2割2分8厘2053打数の469安打65ホーマー81通りオーベース 0.666 という成績残しております。まあもう800試合以上ね試合に出ておりまして、ホームランも65本、打率は低いんですがしっかり実績のある選手ということになっております。でキャリアハイは2017年かな、フルでは出ていないんですが106試合2割4分3に230打数の56安打16ホーマー、オーベース 0.815 という成績残しております。はい、まあ少ない打席数ではあるんですが16ホーマー放っておりまして、オーベースも 0.8 を超えていると。でこれプラスしっかりね守れる選手っていうところもありますんで、まあかなりね活躍はしていたのかなというふうに思います。まあただ今シーズンは MLB では46試合2割3分7厘で76打数の18安打2ホーマー、オーベース 0.688 という成績になっております。まあ結構毎年それなりに試合に出ていたマリスニックでございますが、今季は46試合50試合を切っているんですよね。まあただオーベース見るとねそれなりには打っているということでございますんで、絶望的な数字はないと。でトリプル A では41試合で2割6分7厘32安打2ホーマー、オーベース 0.811 という成績残しております。まあまあトリプル A でもねぼちぼちというところでございますんで、この辺も悪くはないかなというところになっております。で今シーズンの年俸に関しては、68万ドルということになっておりまして、まあ彼もメジャー最低年俸でございます。フルでもらっているわけではありませんでしたが、メジャー契約でいい契約をもらっているわけではないということになっております。でまあちょっとね彼に関しては若干まあ年齢っていうところも32歳、もうちょっとで33歳になるわけでございますが、まあそれでもねやっぱ守備の心配はまずいらない選手かなというふうに思います。まあ毎年ねしっかりメジャーに出続けたっていうところも、まあ、守備がいいっていうところが大きいですし、まあ、ウォーカーポランコと守れない選手を放出したっていうところもありますんで、まあ、このくらい守れる選手を言ってもいいのかなというふうに思います。まあ、年齢的にもね今年度で33歳とはいえ、まあ、ただ誕生日的には3月30日でございますんで、まあ、実質1歳若いくらいのね感じで見てもいいのかなっていうふうに思いますし、まだまだこう守備も衰えていないっていうところでございます。まあ打撃もこんだけ打ってればね期待は持てますし、実績もあるっていうところでございますんで、まあまだメジャーでね需要がある可能性もあるんですが、まあ守備というところをね考えれば割とこう適任な感じはいたしますが、では続いて見ていきましょう。
はい、では最後ですね、4人目はカイル・ルイス選手。2016年 MLB ドラフト1巡目指名、彼もまあドラ1の選手ということになっております。出身地はアメリカ。1995年7月13日まで28歳、193cm100kg、 ポジションは外野、右投げ右打ちの選手でございます。はい、まあ最後にね、見ていくのはこのカイル・ルイス選手、まあ、守れる右バッターっていうところで言うと若干ちょっと外れてはしまうんですが、まあ、結構名前が上がってくる選手なんで最後まあ見ていきたいと思います。カイル・ルイス選手はマリナーズではプロスペクトとして経験を積むと、2019年に早くも MLB デビューし、少ない打席数で6ホーマーを記録します。さらに翌年の2020年にはコロナで60試合制の中、開幕からセンターのレギュラーとして起用されると OPS 0.801 を記録し、新人王受賞と順風満帆なスタートを切っておりました。しかし2021年途中に右膝半月板損傷の大怪我を負い、シーズン終了となると復帰後は本来のパフォーマンスを発揮できず、今シーズンもトリプル A で結果を出すも MLB では16試合の出場にとどまっていたということでございます。はい、このねカイル・ルイス選手、まあ、ドラフト1位っていうところもあって早くからデビューいたしました。で、まあ、コロナの短縮シーズンで活躍して新人王をね取っていたってところではあるんですが、ただ去年のシーズン途中に右膝の半月板損傷、これのね大怪我を負っております。で、まあ、もっと言うとね、実はルイスマイナー時代にも右膝の前十字靭帯を損傷しておりまして、まあ割とねちょっと膝がボロボロっていう状態ではあるんですよね。まあそれもあって近年なかなかね活躍できていないというところでございます。 MLB の通算でいくと146試合で2割3分5厘、514打数の121安打、26ホーマー、OPS 0.731という成績になっております。大体まあ1シーズンくらい出て26ホーマー打って、 OPS も 0.7 を超えていると。でキャリアハイは2020年、短縮シーズンでありましたが58試合、2割6分2厘、206打数の54安打、11ホーマー、 OPS 0.801 ということで、まあしっかりと成績残して見事新人王を受賞していたということでございます。まあただですね、今シーズンに関しては16試合で1割5分7厘、56打数の8安打、1ホーマー、 OPS 0.459という成績残しております。まあ去年もね打てなかったんですが、今シーズンもなかなか厳しい数字が残っておりまして、やはりまあ膝をね痛めてしまっていた影響っていうのは非常に大きいのかなというふうに思います。まあそれでもですね、トリプル A では打率が3割7分1厘、248打数の92安打、17ホーマー、 OPS 1.098 ということで、まあやっぱさすがというか、トリプル A ではもう本当無双のね無双状態ということになっております。まあなんでね、膝を痛めてしまってちょっと落ち込んではいるんですが、これだけトリプル A で打てていれば当然注目ですし、年齢もまだまだ若い。でまあ今回ノンテンダー FA ということで市場に出ていたっていうところもあったんで、こう注目の選手ということになっております。で今シーズンの年俸はね161万ドル、約 2.33 億円ということで、そこそこ高くはあるんですが、まあただ来年はメジャー契約もらえるかどうかも怪しくなってきますんで、まあ日本の球団が頑張れば引っ張ってこれないこともないのかなっていうふうに思いますし、まあちょっと膝がボロボロで守備の方がどうなんだっていうところは結構言われていて、まあそもそも試合に出れるのかっていうところはねあるんですが、まあでももともとセンターを守っていた選手、今シーズンはレフトでねちょっと起用されたりもしておりましたが、まあそれは無難にこなしていたっていうところもあるんで、まあそう考えれば膝のコンディション次第ではやはり候補にはなってくるのかなっていうふうに思います。まあとはいえね、やっぱなかなか動けないとなれば守備力を求める巨人としてはね使いにくいっていうところもあるんで、ウォーカー切って膝ボロボロの、まあ、彼を連れてきて守れなかったら、まあ元も子もありませんので、ちょっと難しいところではあるんですが、まあでもねそこがいいようであれば当然候補には入ってくるのかなというところでご紹介いたしましたが、はい、ということで以上4選手でございました。最後ねさっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていった選手はデレク・ヒル選手、ビクター・レイエス選手、ジェイコブ・マリスニック選手、そしてカイル・ルイス選手の4選手ね見ていきました。まあ、今回4選手で、まあ、前回のね見た助っ人選手で言うとブライアン・アンダーソン、ルプロ、メルカド、トレイス・トンプソンね、4選手を見ていって、まあ、全員ね右の外野手というところになっております。まあ外野の右打ちそれなりに守れるっていうところを踏まえれば、まあまあこの辺が目星候補にはなってくるのかなっていうふうに思いますし、もしかしたらねこの中から獲得の可能性もねあるかもしれないんですが、まあまあただフルプを試合外で獲得した場合はもしかしたらね、まあ、違うポジションの左打ちの選手みたいなところにもなってくるかもしれないんで、まあ今回ね右の外野手っていうところで決め打ちでお話はしているんですが、まあまあ候補で言うとやっぱこんな感じかなっていうふうに思います。でウィンターミーティングもね一応まあ明日かなが最終日ということになっております。大谷選手の去就とかもねいろいろ注目ではあるんですが、まあそれが終わったら巨人もしかしたらね助っ人の話が出てくるんじゃないかなっていうところもありますんで、まあまあその辺含めて要注目かなと。では今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーム、セット。ありがとうございました。